ほら見て。まあすごい。我が家。今日は美味しいお茶飲めるきね。あの夜間で容器入れ中き。お茶作ったんじゃない。そのあごだし美味しいがね。これお味噌汁じゃない、おつゆみたいな。うん。あれこれ切ってな、切っちゅうね。え、切っちゅうやつあるはずで、それ切っちゅう。これ後でなんか手が伸びて。うん。これは今やら。これは。これ茹でちゃうから。そんなとこ。そんなコーヒーメーカーのこれ入れる、こんなとこに。さっと。なんちゅうことする。さっとできるようにしちゃうか。うん。ほうれん草も長いこと言うか言ったらいかん、パッと水しく言ったらいかん、うん、消毒を兼ねる、うん、その消毒を兼ねるのが意味がよくわからない。これ熱いきれいに洗うのよ、うん、すぐ食べるようにします。そうやね、塩ほら、あとも簡単にしますよ。はい、まあ簡単でいいと思う。あのお赤飯やけね、うん、でもこれ、まあしかしそれすごいね、あの普通のネギじゃなくてもはやあの九条ネギみたいな感じになっちゃう。何かしらもう根を植えたきね、こうやってきたの。ネギマとかのネギやん。本当は小さいネギの方が美味しいんだ、うん、こんなすき焼き入れるのがいいけど、うん、あ味が旬で美味しいね。何を、お醤油何入れろ、あ、これで絶対これ明日何斤も炊かないから、炊く気ね、はい、何斤大丈夫だ。あ、そうや、レンコンも作らんといかんね、何斤炊いてたのか、はい、これが美味しい、うん、おすましは絶対これ、なんて、おすましは絶対これ。さっきおすます言わんかった、知らん。いい味。よかったです。まあ、アゴ出汁がすごいね、出汁が出るんやと思うよ。その出汁の素もさ。いや、これな、これも美味しいがやけ。うん。出汁って、強風出汁の素。うん。おばあちゃん出汁中継、あの、昔のこと。うん。こうやったらいかんのに、しもうた。こういう切り方せられた。花よね。そう。エロも。二つずつ入れろかもしれない。うん。もういいや、こんなことしたら、ね、ならいか、失敗したか、まあ、なんともほんとちょっとやったけん、うん、花になら、まあ、美味しい、このやつです。これも出てきたっけね、うん、これは、これはあれないのか、ごまがないと美味しいないけど、すりごま、うん、すりごまはなかったような気がするね、ないね、あれもない、あれって何、また美味しい、うん、はい、これはどう、まあ、このこれはお酢を入れたらいかんきね、うん、なんでかわんがね、ほうれん草にお酢は、あ、そう、うん、ゆずら入れよって味付けしようたような気がするけど、昔これきびで作ったらやきね、うん、まあ、全部きびじゃろうけんど、エロね、体に、本当にね、お子さん
ちょっと変えちゃった。なんかもう汁飛んだらこの嫌な。うん。うん。美味しい。なかなか美味しい。うん。あっさりして美味しいね、それ。なら。美味しい。美味しい。ごまセサミンやったかね。はいはいはい。え？ハニーハサル。うん。ごまあれで。あら、綺麗にグルカになったね。綺麗に直そう。もう一くらいね。うん。あれや。あー、ええ香りがしてる。だいたい測らないでも。はい。あ、こっち。はい。どうぞ。ここでめちゃくちゃ仲いいよ。いいしょ。味噌汁はいいでしょ。うん。味噌汁やない。すみません。いやいや、どうもすみません。それちょっと開けてみて。これね、今後の初ゼックで。うん。あ、そうか、初ゼックか。初ゼックでね、うん、お父さんの、おばあちゃんの、おばあちゃんとおじいちゃんの、ひ孫の、ひ孫じゃない、孫の、嫁ぎ先のお母さんからの贈り物ですと。まあ、うん、まあ、そんな立派なものを、ご丁寧に。ありがとうございます。どうもありがとうございました、はい、うん、まあ、ね、見せてごっつい。あ、すごいすごい大変やったろ。写真もあっちゃう、親戚が多いから。うん、大変やろね。すくすくと成長になってます、ね。おかげさまで初絶句を迎えることができました。うん、って書いてあります。うん、うん、やっていく段のことし、はい、うん、私らのひ孫、お赤飯の美味しい召し上がり方でご開示、うん、お早めにお召し上がりください。うん、固くなっておりましたら蒸し直すか、または電子レンジにて2分程度加熱してください。うん、まだ大丈夫です。一人一つやろか、それ。おー、すごい。すごい。すごい。うん、うわ、あ、バームクーヘン、バームクーヘン、うん、そのお菓子はまた明日でも赤飯をいただく。これ、まあ見せて、見せて、これ、はい、うん、バームクーヘンね、うん、それからこれがお赤飯、すごいね。それからこれが5月の、うん、あのあれで、うん、柏餅やね、柏餅、うん、あのうちはもう、うん、おすましと、うん、ほうれん草のおひたし作っただけです、うん、はい、どうぞ。いただきましょう。いただきます。どうぞ。豪華ですね。いただきます。はい、はい、おすまし、まずはおすまし、おいしい、いただきます。はい、私ら一番先席や、うん、うん、おいしい、うん、これはおいしい。いやいやいや、お茶も美味しい。お茶焼きね、いただきます。はい、うん、プロが炊いたのは美味しいね。粘いわ、この白ごまがまた本当ぐっすりと味わいを良し。はい、ではいただきます。初ゼックということで、はじゃあひ孫がということで、じいちゃんばあちゃんの、はい、お菓子てんこ盛りとバームクーヘンとこの赤飯、うまそう、とこのほうれん草5枚おごしとすまし、はい、いただきます。さあ、お汁飲みましょう。うん、このだしのうまいこと。さあ、そしてこのほうれん草の5枚おごしはどうでしょうかね。はい、いただきます。うん、おいしい。はい、赤飯いただきます。うん、これはおいしい。いいですね、いただいてきます。お茶がまたおいしいよ、これ。おみちゃん、あー、このお茶の味わい、おすましも美味しい。うん、やった。これ本当はいつから食べんってかもん、せっこ焼き。だいたいおせっこの日やけど、やっぱりお休みの関係で今日入れてくれたんじゃない。向こうさんのお母さん、
からもあれやけど。ねえ、ありがたい。ね。いいの？おめでたろう、かしやまきや。はい、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 ありがとう。ここが県口。うん。さあ、かしわ餅いただきましょうかね。はい、いただきます。うん、あ、おいしい。はい、うん、夏はね、まあ、柔らかい、おいしい、もちもち、うん。これまあ、あいたおじは、ええおじやけど、置いちょったらええわ。うん、美味しかった。うまいのか。あー、お茶もおいしい。これは、モノメガの清流のお茶が。そう、おじいは元気かよ、おじいにやっちゃって言うてる。うん、けど親しみがあるね。すごくこう、親しみを感じて。うん、お茶おいしい。ほんと親戚みたいな感じで、ね、よかったね、見て、うん、おばあちゃんも来年頑張っちゃって会いに行こうかな。じいちゃん、あの、また習字を書いてほしいが。そう、書くな。それを書くのは、これから硯も全部持ってきております。用意万端。何言って書くの？それは秘密です。あー、美味しい。美味しい。山本さん、お茶飲んで。お茶も美味しい。丁寧に作られよった。まあ、なかなか重労働やね、あの、茶を作る工程見たら大変。朝早うから丸一日かけてゆっくりゆっくりと。じいちゃん、総評と締めお願いします。今日の節句の、今日は、まあ、今頃の誕生日を祝う、うん、あ、誕生日、はい、初節句。初節句違う、5月の初節句。5月の初節句を祝う祝宴が、うん、素晴らしい。どう言われる、うん、素晴らしい、まあ、いいやつ言うたら、うん、素晴らしい。何言うの私は。大体かな。素晴らしい。うん、愛情の困ったお祝をいただきまして、うん、ありがとうございました。はい。十分にいただきました。大変、中身も本当、うん、制作された会社の方たちの努力も、やりたいと思います。はい、ごちそうさまでございました。いついつまでも長生きをするように元気に頑張ってください、ひーまぐちゃん。はい、よってよって、くだるのことし100点。コロちゃんを営業しよう。これをこっからのもんじゃないの？違うやろ、飲みづらいやろ、そんな飲んでみや、これ、試しに、これで飲みや。水から流れそうな、余計に。そんな気がする。帽子を描くためにそうやったのか。その絵がこっちに見えるようにやるやろ、相手に、ね、そう。大ヒットしたね、これ、うん、新庄君が、うん、これ、犬としたもんやろか。タヌキじゃないね、犬。お顔が、猫やないやろ。今さら。えが、なんなんと教えてくれんの？なんと教えましたなれめいて。ともひろ、おじいちゃんのあのまつげの毛の長いこと見て。うん、長い。もうすっごい。うん、このちょっと、このまつげで。うん。引っ張ってごらんや、自分で。それが長生きでの秘訣よ。うん。1センチに3センチある、その長さ、うん、3センチある、その長さ、うん、あ、お腹いっぱい、うん、酔って、普段のことし。まあ、ゆっくりいただきました。はい、美味し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 い、よって。よって。聞こえてる。はい、美味しゅうございました。節句。こい。